イタリア男子バレーボールリーグセリエ A は21日、プレーオフファイナル第2戦、参戦戦勝方式が行われ、日本代表、高橋蘭所属のモンタ、レギュラーラウンド5位はペルージャ、同2位と対戦、フルセットにもつれ込む大激闘となるが、3月2日、25から20、23から25、21から25、25から19、15から11で制し、 1一勝1敗とした最終セット、最後は高橋の得点で試合を締めくくった次戦は25日、日本時間26日未明でアウェー戦となる。